皆さんこんにちは。リクエストをいただいたんですけど、こちらのセリアさんで購入したシアフラワー、多分ねこれだと思うんですよね。花柄の透ける素材のデザインペーパーって言っていたので、こちらを使って何か作ってくださいっていうリクエストをいただいたので、今日はねすごい簡単に作れるやつをやっていきたいと思います。本当にねめちゃめちゃ簡単なやつです。今回使うのはこちらのデザインペーパー2枚 と、 あと、ね、こちらのこれもねセリアさんで購入したデザインペーパーのレース、これもねこんな感じの丸い形の透ける素材のフェザーペンなんですけど、こちらを使ってやっていきたいと思います。なので全部で今回は1枚2枚、でこれ3枚、これをね使って袋を作っていきたいと思います。これね本当にめちゃめちゃ簡単です。なんかないかなと思って考えてはいたんですけど、なんかいつも同じような袋になっちゃうんですけど、今回はこれを、どうしようかな。両面テープ。どっちでもいいんですけど、両面テープでも、ボンドでも。どっちにしようかな。今回ちょっと両面テープを使ってやっていきます。こっちが表ですね。裏のところに1箇所、2箇所、3箇所、両面テープをつけます。こんな感じで3箇所つけたら、これとこれをね貼り合わせていきます。なので向きだけに気をつけて、これね結構分かりづらいのでちょっとねボコってなってる方が表ですね。こうやって合わせてぴったり合わさったら、ちょっとずれやすいのでぴったり合わったら、まずね最初この両面テープを剥がしてつけて、でずれないように今度はこっちを両端こんな感じで取ったら、これもねずれないようにこんな感じで、めちゃめちゃ簡単ですよね。ただね貼り合わせるだけ。ただねここがもう袋になるので、こんな感じにしたらね、この方法はコメントでねちょっと教えてくれてる方がいて、ちょっとそれを参考にしてみようと思って、このね丸いペーパーでなんかどうやって使ったらいいのかななんて言っていたら、なんか蓋にするといいですよって教えてくださって、今回これをね使って蓋にしてみます。そしたらねこれを半分に折って、ここに貼るだけなんですけど、めちゃめちゃ簡単。ただこの後ろになる方ですね、ここに今度はねボンドでつけていきます。この半分のところにボンドですね。こんな感じで半分にボンドをつけたら、ちょっとねこの折り目に合わせて、最初こっちやった方がいいか。このボンドついてない方をね、ある程度こうやって合わせて、したらこのボンドついてる方を貼るだけです。めちゃめちゃ簡単。
こんな感じで。で、ここなんですけど、どうしようかな。マグネットにします。マグネットを使います。キラキラマグネット。このキラキラマグネットは、ふわもこさんが考案されて作っていたものを参考にさせてもらいました。もし、これね、気になる方は、ふわもこさんの詳しく紹介しているので、見に行ってみてください。ただ、これ、貼って、はい、これでね、1個目完成です。ちょっとね、透けるから、この辺が、なんて言うんだろう、磁石がね、見えちゃうんですけど、もしね、こういうのが気になるって方は、なんかシール貼るといいですね。シール。これのね、シール貼ってみます。中のキラキラは、ね、可愛くキラキラになっているので、あえてこのままにします。で、ちょっとね、私は角を丸くします。はい、これでね、完成です。かわいいですね、この出たて。このね、袋の使い方も、これいいですね。こんな感じで、はい。はい、完成です。めちゃめちゃかわいい、これ。この折り紙やっぱ可愛いですね。はい。まず一つ目がこちらと、もう一つの方がこちらのなんていうんですかね、透明のデザインシート。これを使って何かないですかっていうリクエストだったので、前回ちょっと動画がね、どっちに最初に上がってるか、多分これまだ上がってないかもしれないんですけど、これを使ってラッピング袋、ちょっと簡単なね、ラッピング袋は作ったんですけど、今回こちらのね、透明の花柄の、これを使ってやってみたいと思います。確かにこれね、どうしたらいいのか結構悩みますよね。可愛いんですけど、今回はどうしようかな。この花柄をね、生かしたいんですけど、今回こちらの透明のシートと、これもね、セリアさんで購入したデザインペーパーのブルーミングレース。こちらをね、使ってやっていきたいと思います。どうしようかな。これと、またピンクで。こんな感じがいいか。まずはちょっとね、これレースなので、ここに、簡単なものがいいですよね。簡単に。レースとレース。これね、2枚貼り合わせてやってみますか。と私もね、ぶっつけ本番なので今度はね、ボンドを使ってやっていきます。これ軽く、
これを貼り合わせます。ボンドの方が多分いいと思います。レースなのでは。い、そしたらただね、これをとりあえずどうしようかな、2センチのところで折ります。2センチにしようかな。こんな感じ。両端を2センチ折ったら、そして下ですね、下ここをじゃあ1センチ折ります。下は1センチ。これずれちゃった。貼るときに逆の方が良かったかな。ちょっと失敗しちゃったので、ちょっとね、折り方を逆にします。これを逆にすれば、見れない。とりあえず、そしたらですね、ここ広げて。この重なってるところ、ここをね、切っちゃいます。こんな感じで。はい。こんな風にできたら、これをここに入る大きさに合わせて切っちゃいます。なので下がね、まず1センチですよね。1センチぐらい、まあ、こんな感じでここに合わせてとりあえず下切って、下は横ですね。横そしたらね、これを入れるだけなんですけど、両面テープだとやっぱ出ちゃうかな。難しいな。まあでも両面テープを使います。自分が持っている何センチでもいいと思います。私は5ミリのを使って、幅広の両面テープがあれば1回でできると思うんですけど、私これ5ミリだったのでこんな感じで使います。
つけました。そしたらもうこれを貼り合わせるだけで、こんな感じで、これで完成です。どうだろう何をかな、ピンクと花柄で可愛いかなと思ったんですけど、はい、どうですかね。そしてこの中にこれハンドクリームなんですけど、こんな感じ、こんな感じで完成です。あとはもう簡単なのは、あの窓付きの袋に、その窓のところにこれ使うのが一番いいかなって、簡単にできそうですよね。ただね、これ花柄が花柄なので周りが無地の方がいいのかな。うん、ちょっと難しいけど、使い方によってはあのお裾分けファイルのあの袋のところに使ってもいいかなと思ってるし、いろいろね、あのいつもビニールでやってるところをこれでやる感じでもいいのかなと思います。はい、今回は簡単なんですけど、こちらとこちらですね、簡単な袋を作ってみました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。